こんばんは。スタジオアッペルシーニの子育て応援相談員の阿部です。今回は過保護と過干渉について、キュリー夫人の例をとってお話ししたいと思います。皆さんご存知の通りキュリー夫人、マリー・キュリーなんですけれども、実はキュリー夫人っていうのはですね、娘のイレーヌ・キュリーと合わせて3回もノーベル賞を取っているんですね。その辺について今日はちょっとお話をしたいと思うんですけれども、もともとマリー・キュリーっていうのはですね、物理学を専攻してました。で、物理学を専攻しているんですけど、とにかく研究で忙しかったわけですね。で、その研究が忙しかったためにですね、お子様に対しては、すごく放任主義になってしまったわけです。そうするとですね、娘イレーヌはですね、物理学が実は嫌いだったんです。お母様とですね、すごく楽しい時間を過ごしたいその時期にですね、研究に没頭し、母マリーはですね、研究に没頭したわけですから、放任主義になってしまったわけですね。で、実は7歳の時にですね、イレーヌが7歳の時にですね、母マリーがですね、名前を呼んでも実はもうそっぽを向いてしまって、返事をしないということがあったんです。これを見たですね、おじいさま、祖父はですね、すごく心配をして、イレーヌをマリーの、母マリー・キュリーの研究所に連れて行ったんです。実はですね、すごくここに、ポイントがあったんですけれども、イレーヌもですね、母の真剣な姿を見ることによってですね、実は物理学に少しずつ興味を持っていって、算数で、結果を出すようになったんですね。で、しかもですね、ここでまたポイントがあるんですけれども、イレーヌの宿題を母マリーの研究所で勉強させたんです。するとですね、メキメキとイレーヌはですね、算数に興味を持ち始めて、また結果を残していたんです。これはなぜか、ここにポイントがあるんですよ。お子様っていうのはですね、勉強っていうのは自慢したいんです。褒められたいんです。そこで普段全部一緒に見ることができなくてもですね、お母様の働いてる姿のところでイレーヌは勉強していったわけなんですね。そこでさらに結果が出てきたということなんですね。ですからその過保護過干渉というともこういうお子様との接し方もあるということなんです。で、実はですね、もう一個ポイントがあったんです。それは次回お話ししましょう。次回はこの手紙勉強法、キュリー夫人が実践した手紙勉強法とこの過保護過干渉のまとめをしたいと思います。今回もありがとうございました。